UFC ファンエキスポでのバローニフィルバローには、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、イタリア系アメリカ人、ニューヨーク州ロングアイランド出身、アメリカンキックボクシングアカデミー所属。プライドでは、ミノワイクヒサ、長難量、近藤優己を破るなどして活躍、ウェルター級のトップ選手の一人であった。また、ガウンを着ての派手な入場シーンや、マーク・コールマン、 ケビン・ランデルマンとのやりとりでも人気を博した。ナッソーコミュニティカレッジ時代はレスリングでオールアメリカンに2度選出された。その後、ホフストラ大学に進学、中央ミシガン大学に編入し、心理学と生物学を専攻した。17歳から20歳まで大会で優勝するなどアマチュアボディービルダーとして活躍。またキックボクシングで7戦全勝。 アマチュアボクシングでも10戦全勝の戦績を残した。2001年2月23日、UFC 初参戦となった UFC30 でカーティス・スタウトと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2002年9月27日、UFC39 でデーブ・メネーと対戦し、1RKO 勝ち。2003年11月21日、 UFC45 のエヴァンタナー戦で、レフェリーから試合を続行したいか、意思確認をされ、イエスと答えたのにもかかわらず試合をストップされるという、レフェリーのミスが起こり、思わずレフェリーをこづいてしまったために、4ヶ月間の出場停止処分を受ける。2004年6月19日、UFC48 で、エヴァンタナーと再戦が組まれるも、判定で敗れた。2005年5月22日、 プライド初参戦となったプライド武士道、その7で、ミノワイクヒサと対戦し、踏みつけで TKO 勝ちを収めた。2005年7月17日、プライド武士道、その8体で、長男両と対戦し、小勝ち。2005年9月25日、プライド武士道、その9体のウェルター級、トーナメント1回戦で、ミノワイクヒサと再戦し、0から3の判定負けを喫した。 2006年4月2日、プライド武指道、その10体で近藤優己と対戦し、右フックで小勝ち。2006年6月4日、プライド武指道、その11のウェルター級、グランプリ1回戦で、三崎和夫と対戦し、0から3の判定負けを喫した。2006年10月21日、ラスベガス大会のプライド、32で、 西島洋介にチキンウィングアームロックで一本勝ち。2007年6月22日、ストライクフォス初参戦となった、ストライクフォス、シャムロック VS、バロニの世界ミドル級王座決定戦で、フランクシャムロックと対戦し、チョークスリーパーで失神一本負けを喫し王座獲得に失敗した。試合後の薬物検査でアナボリックステイロイドの陽性反応が検出され、 カリフォルニア州アスレチックコミッションから2500ドルの罰金と1年間の出場停止処分を受けた。その後提訴し、10月31日の公聴会で停止期間が6ヶ月間に短縮された。2008年3月5日の戦局、肌上げ戦線局第一陣で菊田さなえとの対戦が予定されていたが、2月12日に右肩負傷による欠場が発表された。 戦局旗揚げ戦決勝が発表される3日前の2月9日にアイコンスポーツ参戦が発表され、バローにも記者会見に出席した。3月15日、アイコンスポーツミドル級王座決定戦でから、コロエ、ホースと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。決勝した戦局旗揚げ戦の10日後の大会であった。 2008年5月31日、エルティックスクで、ジョーイビラセリオールと対戦し、がぶられた状態から、右アッパーの連打を受け、TKO 負け。2008年9月26日、PFC で、オラフ・アルフォンソと対戦し、判定勝ち。1週間後の10月3日には、ストライクフォスで、ジェームス・マルチネスと対戦予定であったが、PFC での目尻カットのために欠場となった。 2009年6月6日、2年ぶりのストライクフォス参戦となったストライクフォスローラー VS シールズでジョーリックスと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2009年11月21日、4年9ヶ月ぶりの UFC 参戦となった UFC106 でアミール・サダローと対戦し、0から3の判定負けを喫した。 2011年1月1日、1年1ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC125 で、ブラッド・タバレスと対戦し、パウンドによる TKO 負けを喫した。2連敗となり、UFC からリリースされた。2011年9月3日、1FC 旗揚げ戦となった 1FC1 で、吉田義行と対戦し、判定負け。2012年12月31日、 ドリーム 18& グローリー4で桜井即人と対戦し判定負け。2018年11月9日、すでで戦うベアナックルボクシング団体のワールドベアナックルファイティングフェデレーションでクリスリーベンと対戦し一チキコ負けを起死した。ありがとうございます。